で私も小児科になって30年ぐらい経ってくるんですけど、自分がこう赤ちゃんとか見てた子供たちがだんだん大人になっていくんですよ、ね。そうすると病気が治っただけでは社会に出れなかったりとか、いろいろいろな課題があるのがだんだん気になっていて、それはまさにさっきのもう一つのプロジェクトの自立支援とかも移行支援とか、そちらにも絡んでくるんですけど、そういったことをずっと気になってて、で、僕特に小児科の中でも小児循環器が専門ですけど、心臓の病気を持った子どもたちがこう大人になって妊娠出産を迎えていくときにすごい大きなハードルがあるんです。で、妊娠できない子もいますし、で、予期せぬ妊娠もありますし、で、生まれるにしてもすごく自分の命をかけて出産する人もいますし、これすごい課題だなと思ってたときに、ちょうどそのタイミングにお二人と出会うというか、実は昔から知ってるんですけど、そこでもう一回このプロジェクトを改めて認識するような形です。で、プレコンセプションケアというか、女性の健康というのは大事だなというのに、まさにこのプロジェクトが始まる、このエメドをいただく前の年にそういうことが起こって、これが始まりましたですね。いろんなことを、小児循環器を中心に、いろんな仕事があるなとやっぱり思ってはいるんですけど、でもやっぱり一人では解決できないことはいっぱいありますので、そういう意味では、すごくありがたい出会いなんですね。見る側がどう感じるのかは、これからのやっぱり課題だと思うんですけど、学生とかの間で見てもらったり、で、患者会もファミリーのメンバーとかに見てもらったりしながら、これは動画ができていく上で、必ず見る側の評価が広がるかなと。ですね。というのは、私も自分の領域で言いますと、過眠症、ナルコレプシーを含めた過眠症という病気があって、これ思春期から薬を飲み始めるんですね。一定の年数見てると、結婚したんでそろそろ妊娠をとか出産を、お子さん、子供を持ちたいんですけどどうしたらいいですかという話はよくあるんですね。で、これ、例えば私の、割と近い領域で、精神疾患の方もそうです。転換もそうです。お薬飲んでるとどうなるっていう問題。あるいは、ちょっと知的な問題があって、妊娠がどうか。子育てがどうかっていう方もいる。非常に広いわけですよね。で、この広さに私たちちょっと知って愕然としているところはどれだけの領域をあれなんだろうっていうのは、これ将来の課題として、持ってるんですけど、で、実際にその患者さんたちにとっては、まず自分が妊娠、子育てできるかっていうところのフォーカスがすごく強いですね。で、特にリスクがある場合ですよね。リスクがある場合のフォーカスが強い。で、そこはやっぱり一般の学生さんとか、思春期の方とは少しやっぱり見る視点が違うだろうというふうには思います。だからベースになるコンテンツは多分共通で使えるけれども、それぞれの疾患、あるいは状態ごとのお話っていうのは、これはちょっと違った側面で作らないと、ちょっと伝わりにくいかなというのは、このところ思っているところですね。その妊娠出産って大人のことなので、僕は内科の先生は知ってると思ってたんですね。循環器内科のお医者さんたちが。そうすると、実は循環器内科のお医者さんたちって、心臓の病気で困るのって50歳、60歳なので、実は循環器内科の中にも、この心疾患合併妊娠という分野はないんですよ。で、小児科はもうだんだんこう子どもたちが成長していって病気を乗り越えていくようになったから、こういう分野が新たに出てきていて、そういうのにある程度経験年数たった小児科医たちがそこは気になり始めていて、で、逆に産婦人科医もその一般的なそのコンセプションは当然なんですけど、専門分野ですけど、心疾患合併妊娠となってくるとやっぱこれ経験ないんですよね。そうなるとこれどこにもこの分野は実はないんだということに気がついて、これ移行器療のこととか自立支援とかで、このプレコンセプションを始めてみて初めて気がついたことで、これは全く新しい分野なので、みんなが手を寄せて取り組まないと。なんか初めにPPI の話された時に、患者とともにっておっしゃったと思うんですけれども、なんか今看護の本当概論の本でも患者とともにっていうことで、その自分の病気とか自分の体のこととかメンタルのことってよくワンチームって言いまして、私たち多職種連携ということでワンチームという言葉は
患者さんにとってよく使うんですけれども、このワンチームの中に患者が一つの立場として入っているというものを、私は看護学生とかに今一番新しい考え方で、その立場でどうするのかということを考えるという時期に来ているというのを最近よく話すんですけれども、医師としてのもう専門家として進んでいかれる中に、もうおそらく助産師、看護師、あるいは他の理学療法の方とか、いろんな立場の方がいて、そして なおかつその家族というかご家族の方がいるということが当たり前のお立場ので、ずっと医療者として医師として積み上げてこられたお二人だと思うんですね。なので一つのチームとして加わらせていただいてたものが違う形として発展してきたと思っているので、何かあまり違和感がなくて、私はかなり医師としては特殊かもしれないんですが、さっきもお話した未就学児の睡眠指針を作るときに、私がメンバーを、考えてて、で医師中心に小児の先生とか精神科の先生とか組んでたらですね、高田先生がこれじゃダメですとおっしゃってくださって、で高田先生のご紹介で心理の方入れてたんですけど、保育の方を入れてくださって、でいろんなメンバーで組むということがすごく成果につながったと思ってるんですけど、あともう一つ、私が今一緒にやってる睡眠教育の班が睡眠教育なんで、幅広いといえばそうなんですけど、医師は私だけで10人メンバーがいるんですけど、医師は私だけで、あと全部、保育とか教育、それから心理生理、から研究者の方もいらっしゃるし、もう本当多職種でやってこそ別の視点が出てくるという経験をあまたしているので、そういう意味では私の中では多職種でやるのが当たり前で、改めてお二人の話を聞いてまさにその通りだと思うんですけど、一緒にやった方が違うアイデアもいっぱい出ますし、で違う視点からの意見も出るし、一人でやっぱりできないですので、その方が結局患者さんのためになるアイデア出ますので、進んでいく方向、やっぱいろんな情報が入ってくるのが大きいかなと思っていますね。寄ってくる人みんな一緒にやりましょうみたいなスタンスが普通ですね。そっちの方が本当は取り組みにくい内容ですけど、だけど人間の本質として一番大切なところのこのプレコンセプションという新しいテーマを、こういった多職種でいろんな考え方がある中で、その後ろ盾としてはきちっとした医療の正確な情報を後ろ盾にして、で、正しいところから信頼できるようにして発信できる、こういったところ でなおかつその思春期の対象になる子どもたちが見やすい形で、で正確な情報を勉強していただけるようなことにつながっていける可能性があるというのは、やっぱこのプロジェクトの価値じゃないかなと思います。やっぱりそこへ進んでいけたらいいものができるかなと思うので、そっちに行きたいなと思ってます。でそれを、私の領域も含めて今医療の世界でもシェアドディシジョンメイキングですよね。患者さんと治療方針を一緒に考えていくということは、まさに患者と共にだと思うんですがね。で今回はもっと広くてプレコンセプションケアなので、患者さんだけではなく一般の方、市民ですよね、の方にも知っていただくというところからスタートしているん で、今回すごく大きなプロジェクト、思った以上に大きなプロジェクトなので、今回はそのプレコンセプションケアのツール、主に一般の方向け、性教育含めてを中心に作っていきつつ、一部の患者さん向けのものを作っていく。で、この先にはもうあらゆる疾患 の方々が今本当にお困りなので、そういう方が、お困りであるという自覚を医療者がまだ持ってるとこまで行ってないの で次の段階としてはそこまでいけるようなベースを今回 の研究でちゃんとできたらなというふうに思っています。